どういうことだ。なぜ急に処刑が早くなった。落ち着きなさい。情報が少なすぎる。メネックたちがどうなったかもわからないのに。クソ。ねえ、ジルファもみんなも大丈夫だよね。とにかく今は広場に急ごう。困っている人がいるみたい。よし、話を聞いてみよう。なあ、公開処刑はこの奥か。何をしているか、貴様ら。屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。こいつら、まさか不穏分子の仲間か。やるしかないな。行くぞ。ジルファ、大丈夫だよね。ああ、続けて立ち出そう。話している暇があるなら、目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。マグナレイ。くそ、次から次へと。ジルファー、我が秩序のもとに生きることを許されし、すべての者に命ずる。我スルド、ガナベルト・ファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者やある。企てが愚かなら、それを隠し仰せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし。かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突きよ。最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そうと思う。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。
まあよい、時間はある。お前がその気になるか、仲間の方から出てくるか、一つ試してみよう。うわそろそろ舌もほぐれてきたのではないかな。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきた。ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだろう。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。スルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、親父。ロウ、お前。くそ、なんでこんなこと俺が。今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい、本来の目的は達せられたようだからな。うわっ、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 うわっ
ジェリファー、お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは、面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト、マスターコアの輝きが、これはメネック。もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。おやじ！マスターコア同士の共鳴とは、これはしたり。ご苦労だった。下がれ。まさか、それじゃあんたが。いかにも。私がシスロディアのスルド、ガナベルト・ファルキリスだ。レナのスルドがダナの指導者。お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる程度に。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな、反逆者どもめ。早くしないと、ジルファが。戦わずに脱出は無理よ。くそ。アルペン。くそ、数が多い。怪我人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろうに。貴様！うわ！逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。どうやらな。だがここもいつ追手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ、一刻も早く隠れ家に行こう。親父、目開けろ親父。ダメ、毒の進行が止まらない。レオイル、ジルファ、すまん、後を頼む。ロウ、そこにいるのか。ああ、いるよ。だから
ロウ、見えない、いるのかロウ。ロウ、俺はお前に。親父、冗談だろ。まだ何も何も。以前から内通者を疑ってはいたが、まさかメネックだったとは。これからどうするの？俺は行く。ロウ、ガナベルトのやつをぶちのめす。ガナベルトは間違いなく待ち構えているわ。何もかもが罠だったのよ。罠なんか知ったことか。とにかくガナベルトの野郎は許せねえ。そうだな、その通りだ。ガナベルトは許せない。アルフェン、あなたね。どのみちスルドの元に行くと言ったのはシオンじゃないか。それともこのままカラグリアに戻るのか。そういうことを言ってるんじゃないわ。頭を冷やせと言っているの。あんたたちが来る必要はない。これは俺のけじめだ。ジルファの敵を討ちたいのはお前だけじゃない。それに今あいつを倒せないならきっとこの先もずっと倒せないよ。どうせ炎の剣を当てにしているんでしょうに。いいこと、やるからには失敗は許されないわよ。本当にいいのか。スルドを倒してから良かったかどうか考えよう。私にも協力させてくれ。我々の問題に君たちを巻き込んでしまった。せめてものを詫びた。ここにあるものは何でも使ってもらって構わない。ここが襲われる心配はないのか。大丈夫だ。ここは私が作った隠れ方。メネック、いや、スルドも知らない。よし、行こう。ジルファの仇を討ち、この国を解放する。言い忘れてたけどよ、もしやたら守りが固い敵が出てきたら任せてくれていいぜ。守りが固い？盾とか持った相手ってこと？盾でも甲羅でも何でもさ。そういう奴は正面から殴ったって大体防がれちまうだろ。何か策でもあるの？そんな大層なもんじゃねえけど、固いもんをぶち割るのは得意なんだ。力を集中してある一点に叩き込むんだ。うまく説明できねえけど、大抵それで打ち砕ける。本当に？精霊術でもないのにそんなこと。できると言ってるんだ、信じよう。ありがとうよ。ま、今一番拳を叩き込んでやりたいのはガナベルトのやつの面だけどな。その機会ならすぐ来るさ。
んな騒ぎがあったのに何も変わった様子がない。ジルファの言葉を聞いて誰も何も感じなかったの？どこに蛇の目がいるかもわからないんだ。密告が怖くて何かするなんてできっこねえよ。それに奴隷としての暮らしが長く続くと立ち上がるという考え自体が出てこなくなるんだ。カラグリアの人たちがそうだった。牙を抜かれて人頼みになった連中に何かを要求する資格なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。問題なさそうな相手だな。意外加減を寄せ。心配心配入れろ。下げろ。目に対策魔を詰めるぞ。力の差も測れなかったのね。カナベルトの野郎。くそ。敵があまり見当たらない。どういうこと？俺たちが逃げるはずないと踏んで待ち構えているのかもな。だったらお望み通り乗り込んでぶちのめしてやる。多分広場の奥のリベールの極東だと思うよ。あれがスルドの館だから。あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに治癒術があるのを見越してあんな毒を仕込むなんて。あの男相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。スルドを甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いはあの男を喜ばせるだけよ。わかったよ親父。最後に何を言おうとしたんだ。それを想像できるほど俺はあんたと言葉を交わしてないのに。行きましょう。ああ問題ない。任せろ。走行だろうと無駄だ。あの盾を何とかするっていうの？ここは彼に任せましょう。盾があれば防げるのでは。我が主のために。いけるぜ。やっそうか。やっそう。守りが固いな。突破口を開くぜ。あ、頼む。ふんふんふん。立たせ。精霊術か。なら私が妨害を頼む。俺の真骨だ。これで新しい武器作れないかな。この奥にガナベルトがいるんだな。ロウ、道はわかるか？ここはレナの城だ。ダナの使いっ走りなんか入れるもんか。そうか。ものすごい精霊力、押しつぶされそう。わかるのか？この建物中に充満してる。奥ほど強くなってるみたい。修霊機のせいね。きっと
大量の精霊力が蓄えられているはず。使われたら面倒なことになるわ。そうなると思っておいた方が良さそうだな。なんだっていい、全部ぶん殴ってやる。任せろ。同じスルドの城といってもリエ様とは全然違うな。主の好みはあるでしょうね。レナらしいかはともかく、そんなの作らされたのがタナ人で、レナの好みなんて知らないからだよ。なんだっていい、さっさとガナベルトのいる最上階に行くぞ。わっ、こいつは強そうだぞ。ここ武器庫？使うためというより飾ってあるように見えるな。どうでもいい、行こうぜ。これダナのだよ、レナじゃない。え？これだけじゃないよ、ここにあるの全部ダナのものみたい。なんでダナの武具がレナの城の中に飾ってあるんだ？興味があるなら後で調べればいいわ。今はスルドを倒すことに集中しなさい。これで扉が開いたのか。昇降機の動かし方はわからないままよ。行ってみるしかないわね。やろう、俺たちをおちょくってやがる。檻にズーグル飼ってるのか。囚人を処刑する代わりに餌にしてるって噂を聞いたことがある。まさかこいつが。やめてよ。これが昇降機の鍵なのか。試してみればわかるわ。
行くわよ。フドル、お友達がいるの？あのダナの武器が飾ってあった部屋が気になるの？ああ、特にあの黒い鎧がな。ダナのものであんな立派なもの初めて見た。ダナのなのは間違いないよ。ダナの、ダナだけの技術で作られた。ダナの文化の証。でも、レナは300年の間、ずっとダナの文化を消し続けてきた。だからほとんど残ってないし、覚えてもいない。しかし、だとしたら何のために？戦利品か。過去に放棄して敗れたダナ人たちの、いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら、着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄、敗れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでもあれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前、そういうのに興味あんのか？うん、もうそろそろいいかしら。スルドが痺れを切らす前に行くわよ。これで昇降機が動くかな。ああ、確かめに行こう。待ってろ、カナベルト。いよいよこの先が。待ってろよ、カナベルト。ちょっと待った。どうした？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。奴はおかしな道具を使うんだ。道具？レナの武器ってこと？多分な。奴の周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。資格がないってことか。ああ、だから俺が正面から奴の守りをぶち破る。はあ？守りが硬いんでしょ？だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。わかった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。待ちくたびれたぞ。ネズミらしく逃げたのではと心配したわ。ジルファの仇、そしてシスロディア解放のためお前を倒す。大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織のどれ一つとして我らレナの支配に傷をつけたものはない。五稜のいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったよね。は、両力のみが取り柄の男一人失ったところでいかほどの損失にもならぬわ。だが小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はスルドブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五稜全てに及ぶ前に。どういうこと？
リンウェル？大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルとファルキリス、全力を持ってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。よくもおやじを！はっ！一度は我が元に控えておくれなら、どの口で言うのやら。好きで使えたりするものか。逃がさんよ、緑の子、俺の仕事だ。鈍いネズミども、頼む。どれ、無駄よ、カナベルぞ。ぐねえ、障壁が砕けた。攻撃を集中させるわ。いい、俺を叩け、いいだよ。これで終わりだ。罪深き者に裁きを下げろ。俺は恐怖と絶望を味わって精霊力が集まってる。あいつに使ってね。このままではいけるよ。我を信じる。何時は絶望の我を山田、我は霊量を滑る。受け気を信じる。くだっ、うまい。マグナレイスダイス、何としても恐怖と絶望を味わって。はっさないわ。我は深淵と共に。まだやるか。その前に終わらせてやる。何時は絶望を。終わりだ。そうだ、戦争か。思い知ったか。まだよ、まだ。レネギスと、このダナに生きるリュウリの同胞のため、負けるわけには。勝手なことほざいてんじゃねえ。私が倒れたら、誰がこの国の同終わった。でもジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき？ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなって言うのか。死んだんだぞ、人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに。そうよ、戦ってるのよ。今頃気がついたの？ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというなら、さっさとカラグリアに帰ったらどう。できることなら
このまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと？くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。こんな時だからこそか。叶わないな。ひどいやつだったね、ガナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが三人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった、なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな。君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国はなんとかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた。諦めない限り壁は壊せると。そうだな。少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。ああ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたい奴がいる。本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。街を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？どうやって？俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だろ。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。
諦めない限り終わらない。そしていつかは壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたもの、それを見に行かないか。俺にその資格があるのか。お前はどうしたい。俺はもう失いたくない、逃げたくない。だから あんたと一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。ブレゴンがくれたこの鎧、本当に昔のダナの英雄のものだったんだとしたら、圧倒的なレナ相手に戦いを挑んで散っていった。どんな思いで彼は人々の希望を受け止めたんだろう。アルフェン、その鎧かっぱらってきたのか。見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ、ブレゴンが選別にってくれたんだって。そっか。でもまあ筋は通っているよな。その鎧反乱の象徴みたいなもんなんだろ。俺よりジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主はシスロディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしかわからないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだもの、破れた者の志を思うのは無意味だっていうのか。確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから、あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。ローってカラグリアの生まれだったんだよね。まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて平行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。あなたはどうやって国境を越えたの。スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、尋問の真似事か。ダナのあなたにできた方法ならこの先使えるかもしれないというだけよ。ああはいはい、分かったよ。けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ。まさかあの炎の壁を登ったのか。いくらなんでもそんな真似ズーグルにだってできやしねえって。潜り込んだんだよ。潜り込んだ。そうさ、交流がほとんどないって言っても自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うためのスルドの輸送隊が年に何回か行き来してたんだ。そういえばそんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろんダナ人を同行させたりはしないけど、俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物にって、それで運ばれたってこと。よく見つからなかったね。あ、まあ昔からこそこそするのは得意だったからな。それにあの時は捨て鉢になってて度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトがカラグリアの噂を素早く手に入れたのも
それだったのかな。つまり私たちの動きはこの先どこに行ってもすでに知られていると思った方が良さそうね。